皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、 iPad Air と iPad Pro 買うならどれにするということで、 Air の2機種、 Pro の2機種を徹底比較して、皆さんがどれを買ったら良いか解説していきたいと思います。まず最初に言ってしまうと、この11インチ iPad Air M2 が一番コスパがいいです。ただし他の iPad もとても良いものになっていますので、必ず最後まで解説を聞いていってください。そして私のチャンネルなので、もちろんこういった価格一覧表もあります。価格には決まったルールがあるので、これも参考にしていてください。機能比較の解説が終わったら、こちらの価格も解説いたします。そして最後には、どういった人がどの iPad を買えばいいか、ここまで解説していきますので、これから iPad を買おうと思っている人は購入の検討材料にしてください。またこのチャンネルでは iPad でできること40選プラス1として、とにかく40個の活用術をテンポよく紹介している動画もあります。こちらも見逃さないように、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。まずはこの4機種、左から11インチ iPad Air M2、 13インチ iPad Air M2、 11インチ iPad Pro M4、 13インチ iPad Pro M4 となっております。左から右に行くにつれ、価格も高いものになっています。そして基本的に Air も Pro も11インチと13インチの差はほとんど画面の差しかありません。ただし少し異なるところもあるので、そういったところも解説していきます。まずはカラーリングですね。カラーリングについては、これ11インチも13インチも同じです。なので片方ずつ紹介していくと、 iPad Air M2 の方はスペースグレー、スターライト、パープル、ブルーの4つになってます。これは13インチでも同じで、 iPad Pro の方はスペースブラックとシルバーになっています。なので Air の方がね、いろんなカラーリングが選べるといったことになっています。今回もブルーがね、私は好きだなと思いました。そして Pro の方はやはりスペースブラックですね。これはちょっとね、プロっぽくてかっこいいです。そして価格の方はここに出ているんですが、こちらは後でね、一覧の方で解説いたします。先ほど言った通り、左から順に高くなっていきますので、そこだけは覚えておいてください。そしてまずは主な違いですね。もう名前の通りなんですが、画面のサイズがそれぞれ11インチ、13インチ、11インチ、13インチとなっています。特に iPad Air の方はこの13インチが初めて追加されたので、これを狙っている方多いんじゃないでしょうか。そして Pro の方は今まで 12.9 インチだったものが 0.1 インチ上がって13インチになっています。これは iPad Air の方もそうですね。もともと 10.9 インチだったものが11インチになっています。なので大きさ的には全て揃ったといったところでしょうか。で、ここは Air 同士、Pro 同士全く同じなので、 Air と Pro で何が違うかというと、このプロモーションテクノロジーですね。これが Air の方にはありません。何かというと、これは画面の滑らかさを決める機能です。 Air は 60Hz といって、1秒間に60回画面の更新が行われるんですが、 Pro の方はプロモーションテクノロジーによって120回1秒間に書き換えることが可能です。なので、より滑らかに動作するのがプロになります。さらにディスプレイの違いとしては、このウルトラレティナ XDR ディスプレイ、これがプロには搭載されていますが、 Air はリキッドレティナディスプレイです。何が違うかというと、 Air は通常の液晶ディスプレイですが、プロの方はなんと有機 EL ディスプレイです。これだけ大きな画面で有機 EL になるのはかなり衝撃的ですね。 iPhone は SE シリーズ以外すでに全て有機 EL ですが、 iPad はね、画面が大きいのでなかなかね、有機 EL にならなかったんですが、今回なっています。 Apple の解説によると、明るいところはより明るく鮮明に、暗いところはより暗く深い色にといった説明があったので、プロの方がディスプレイとしてはかなり良いということになります。そしてもう一つ、プロにしかないのがこのナノテクスチャーディスプレイガラスですね。 1TB と 2TB のモデルでしか選べないんですが、より反射を抑えるディスプレイガラスを購入することができます。一般的な人にはほとんど必要ないですね。厳しい環境下で作業する、例えば外のすごい日差しの中で撮影のモニターとして使う、チェックに使うといった場合、太陽光がね、あまり映り込みすぎると辛いんですが、このナノテクスチャーディスプレイガラスによって反射を抑えることが可能です。後で解説しますが、追加で 16,000 円かかります。そして処理チップですね。これは大きく違います。 Air と Pro で違うんですが、 Air は M2 チップ、これは前世代のね、 Air が M1 だったので順当に M2 にパワーアップ、そして Pro の方は M4 までジャンプアップですね。前作の iPad Pro は M2 だったので、一つ飛ばして M4 チップになりました。これは発表時点では Mac を超えているので少しびっくりです。そして Pro の方、ちょっと注目するところ
ところがこの最大10コアの CPU ですね。 Air には最大とかないんですが、プロモデルは選ぶストレージによってこのコア数が変わります。後でストレージの選択も出てきますが、 256GB と 512GB の場合はここは9コアになります。そして 1TB か 2TB だと最大のこの10コア CPU になります。さらにですね、ここには記載がありませんが、メモリの方も 256GB と 512GB は 8GB、 そして 1TB、 2TB は 16GB の倍になります。この辺がちょっとプロモデルは変わってきます。 Air はどれを買っても一緒です。そしてカメラについては Air と Pro で異なるんですが、 Air は 12MP の広角カメラ一つですね。そして Pro の方、こちらもですね、実はシングルカメラになりました。 12MP の広角カメラのみと、前作の Pro から一つカメラが減りました。前まで超広角カメラもあったんですが、やっぱり iPad Pro でそこまで撮影する人いないよねというところで削ったのではないかなと思います。確かに私も広角カメラですらほとんど使ってないのに、超広角は起動すらしたことないかもしれません。そしてこれは Air も Pro も全て一緒ですけれども、カメラの位置がここに来ました。これは横画面にした時に上部に来たという変更ですね。要はですね、オンライン会議とかするときに、前まではこのね左側に来てしまったんですが、そうすると中央がちょっと捉えづらいんですよね。なので全て真ん中に変更したということだと思います。でセンターフレームという機能も全て対応していて、これはね、自分が動いてもカメラが自分を追ってきてくれる機能です。さらにプロの方にはトゥルーデプスカメラシステムというのは、これはフェイス ID の機能ですね。後で出てきますが、 Air の方は指紋認証のタッチ ID、 プロの方は顔認証のフェイス ID となっています。なのでトゥルーデプスカメラが搭載されているということになります。そしてコネクタですね、 Air は USB-C コネクタ、これは転送速度が最大 10Gbps になります。そしてプロの方はサンダーボルト USB4 対応の USB-C コネクタということで、こちらはですね、 Air の4倍の 40Gbps の速さになります。写真とか動画の転送ですね、パソコンに例えば転送するとなると、 Air では4分かかっていたものがプロなら1分で済むということになります。ここはやはりプロの方が速くなってます。そういった使い方をする人はやはりプロを選ぶべきです。そして先ほど少し出ましたが、生体認証については Air がトップボタンにタッチ ID、 これはいわゆる電源ボタンのところですね、そこに指紋認証のタッチ ID が搭載されています。そしてプロの方は両方フェイス ID、 これは顔認証ですね。顔を向けるとロックが解除されるので、とても楽に解除が可能です。でスピーカーについては、 Air が2スピーカー、ステレオスピーカーで、プロの方は4スピーカーですね、4つあるのでかなり音はいいです。そしてこれ後でもちょっと出てくるんですが、 iPad Air の11インチと13インチでもスピーカー違います。13インチの方が2倍の低音の強さということなので、音の良さを求めるだけでも13インチを選ぶ価値があるということになってきます。そして Wi-Fi については全て Wi-Fi 6E に対応していて、モバイル回線についても全て 5G です。ただし物理的な SIM には対応していません。 eSIM のみに変更されていますので、ここは結構注意ですね。セルラーモデルを買っても eSIM のみです。さらに Apple Pencil についてもちょっと注意があるんですけれども、今回すべて Apple Pencil Pro と Apple Pencil USB-C に対応していますが、 Apple Pencil 第2世代や第1世代には対応していません。必ず Pencil の Pro か USB-C 版を準備する必要があります。今までの第2世代を使おうと思っても使えないので、ここは気をつけてください。ただし Pro と Pencil 2は全く同じ値段で販売されています。そういった意味では、これからの Apple Pencil としてペンシルプロが誕生したんだろうと思います。そしてマジックキーボードについてもちょっと違っていて、 Air はマジックキーボードに対応、これは前世代のね iPad Air から対応していますが、プロの方は前のマジックキーボードには対応しません。プロと同時に発表された iPad Pro M4 用のマジックキーボード、これにしか対応していませんので、マジックキーボードも買い直す必要があります。ただし前までのマジックキーボードとは異なっていて、ファンクションキーが付いていたり、トラックパッドが大きくなっていたり、その辺の違いはあります。なので良くはなっていますが、買い直しなのでペンシルともども注意してください。そしてここからはですね、少し細かい仕様ですね。ただ大事なところ結構あるので聞いていってください。まず Air の方はですね、ストレージの方が変わりました。前までは 64GB と 256GB しかなかったんですが、なんと4つ選択できるようになりました。 128、256、512、1TB、 これは11インチでも13インチでも同じです。なので若干前世代から値上
げはあるんですが、ストレージが倍になったことを考えればかなりお得感があります。なので最初に言った通り、11インチ iPad Air がコスパがいいというのはそういうことです。そしてプロの方は逆に 128GB がなくなりました。そして 256GB スタートで 2TB までの選択になっています。なので値上げ感はあるんですが、そもそもストレージが倍になっているので仕方がないかなといったところ、これは後でね、価格一覧の時にも解説いたします。そしてサイズと重量に関しては結構すごいことが起きています。まず iPad Air の11インチと13インチについてなんですが、高さ幅厚さは特に11インチは変わらないんですが、13インチはねサイズが当然大きくなっています。で、重さの方は 462g と 617g なので、11インチと13インチで 150g 以上の重さの違いがあります。これ結構変わりますよね。なのでその辺注意なんですが、この重さちょっと600を超えてたっていうのを覚えておいてほしくて、なぜならプロの方行ってみましょう。なんとプロはですね、エアより軽いです。特に11インチは 444g で、エアの11インチより 20g 近く軽い。そして13インチの方も 579g です。これも13インチの iPad Air より軽いんですね。 iPad Air という名前を持っていながらもプロの方がちょっと軽いということになっています。13インチの方は 40g 近く軽いですからね、これにはちょっとびっくりです。これね、どこで差が出ているかというと、おそらく厚さですね。 Air が 6.1 ミリに対して、なんとプロの方は 5.3 ミリと 5.1 ミリです。特に13インチ、これはですね、 Apple 製品の中でも史上最大薄いそうです。 Air でも十分薄いのに、今回はプロがもっとすごいといったところでしょうか。そしてディスプレイについてはいろいろ違うんですが、大きく言うと Air は液晶ディスプレイで、プロは有機 EL ディスプレイ。特にですね、名前がですね、タンデム OLED、 この OLED、 OLED って言うんですが、有機 EL のことですね。タンデムっていうのは今回2枚の有機 EL パネルを使っているそうです。なのでかなり明るくできているというところから、最大輝度、明るさも違います。 Air の11インチは502と、13インチは602と、ここちょっと違うのと、プロは両方一緒ですが最大1002と、 HDR なら1602とまで上がります。なので最大で Air と1002と違うので、ものすごく明るいですよね。これはね、さすがプロといったところ。ただ Air にもちょっと新しいところがあって、 Apple Pencil のホバー、これはもともとプロはね対応してたんですが、 Air も対応しました。これ何かというと、 Apple Pencil を使った時にディスプレイに着地する前に、どこにこのペンが着地するか分かるんですね。色の重なりとかも実際に描く前に分かるので、絵を描く人にとってはかなり便利な機能です。これが Air にも搭載されました。そして処理チップについても、先ほど説明した通り、 Air は M2、 プロは M4 なんですが、 M2 といえど Air の場合はメモリは 8GB が最大です。プロに搭載されていた時は 1TB と 2TB は 16GB が積まれたんですが、今回 Air に積むものは必ず 8GB になっています。プロの方はもうちょっとややこしくて、 256GB か 512GB、 これを選んだ場合は、途中でも説明した通りコア数が違います。9コアの CPU になっていて、 1TB か 2TB を選ぶと10コアの CPU、 1つコア CPU が多いんですね。そしてメモリについても256か512の場合は 8GB なんですが、 1TB か 2TB であれば倍の 16GB になります。これは11インチでも13インチでも同じですね。 8GB か 16GB、 そういった違いになります。そして電源とバッテリーですね、どのくらい持つかという話なんですが、これは iPad は毎回なんですけれども、 Wi-Fi でのインターネット利用、ビデオ再生最大は10時間、セルラーモデルを購入しての携帯電話データネットワークでのインターネット利用は最大9時間です。これは全て一緒です。4機種とも一緒で、 Wi-Fi なら10時間、モバイルデータなら9時間と覚えておきましょう。そして Apple Pencil については、途中で言ったように対応としては Apple Pencil Pro と USB-C 版に対応しています。これは機能も全て4つとも一緒です。なのでペンでどれを選ぶかといったことはしなくてもいいということにもなります。そしてビデオ撮影についてが若干違います。 Air と Pro で分かれるんですが、 Air にない機能として、 Pro には最大 4K30fps のプロレスビデオが撮れます。もしくは 60fps ですね。この場合は外部ストレージを使わないと撮れないですが、 Pro ではこれが可能になっています。このプロレスについては、とにかくですね、情報量を多く動画を撮影すると思ってください。なので 60fps だと外部ストレージじゃないと記憶できないということになっています。より作品的なものを撮りたい人用ですね。本当に容量としては大きいです。さらにプロモデルはマイクがいいので、このステレオ録音というものが可能になっています。これは Air ではできないので、この辺もね、同じように作品的なものを撮りたい、右と左きちんと分けたいという人にはプロモデルが向いています。フロントカメラについても少し違っていて、ほとんど一緒なんですが、プロの方がポートレートモードで深度コントロールが使
えたり、 Face ID に対応しているので、アニ文字とかミー文字ですね、これが使うことが可能です。 Face ID がないとあのアニ文字ミー文字って使えないので、 Air の方にはありません。ここは若干違います。そしてオーディオですね、これが11インチと13インチで Air で違うというところなんですが、11インチの場合はステレオスピーカー、これは前までの iPad Air と同じなんですけれども、13インチの方は低音が2倍のステレオスピーカーということで、13インチの方がより音がいいということになります。ただ、さらにプロモデルは良くて4スピーカーですね。これはプロ同士で違いはないんですが、両方迫力のある音楽が聞けます。特に空間オーディオではとんでもない威力を発揮します。 iPad を中心に後ろに前に左に右に、とにかくいい音を出してくれます。そして先ほどマイクが違うと言った通り、 Air は2つのマイクですが、プロモデルは4つのスタジオ品質のマイクということで、良いマイクも搭載されています。そして途中でも話しましたが、 SIM カードについては eSIM のみ対応です。物理 SIM には対応していません。ここは注意してください。はい、昨日の解説はここまでにして、続いては価格の比較ですね。価格のルールの解説と、その後でどういった人がどれを買えば良いか、そちらの解説に行きます。はい、ということで機能比較の方の説明が終わったと思うんですが、ここでは iPad Air と iPad Pro の価格一覧表の方をお見せしていきます。で、並んでいるのが iPad Air の M2 の11インチと13インチ、 iPad Pro M4 の11インチと13インチですね。で、すべて Wi-Fi 版の価格で税込みの価格です。そしてセルラー版については以下の通りということで、 Air の場合はプラス2万6000円の税込みです。なので、セルラー版を買いたい、 Wi-Fi モデルじゃなくてモバイルデータ通信もしたいという方、または Air であれば2万6000円追加した価格と思ってください。そしてプロの場合はプラス3万6000円です。こちらの価格にプラス3万6000円足して考えてください。そして価格だけじゃなく、ここチップというところから下は違いを表しています。なので、この比較表かなり参考になると思いますので、一時停止して見ていただくことも可能です。ただし、私の説明を聞いてからの方がより頭に入ると思います。なので、価格の方を解説していきますが、一番安価なものでは iPad AirAir の M2 の11インチの 128GB、 以前までは 64GB しかなかったのが倍になって 128GB で 98,800 円、前までは 92,800 円だったので、すでにこの時点で結構お得感は私はあると思っています。円安じゃなければおそらく据え置きだったものですね。で、 iPad Pro M4 の場合は 256GB スタートの 168,800 円、これが最安になります。前まではね、もうちょっと安価に変えたんですが、 128GB、それがなくなったというところから少し高くなった感じもあるんですが、パワーアップの具合、例えば M4 だったり有機 EL ディスプレイだったり、そういった具合から考えると妥当じゃないかなと私は思います。で、それぞれストレージが増えるごと、画面が大きくなるごとに高くなるんですが、もう一つ特殊なところでは、 iPad Pro の方にだけこのナノテクスチャーガラス、途中で説明した反射を抑えるガラスですね、これを追加する場合は 16,000 円かかります。ただし 1TB か 2TB の iPad Pro のみ追加が可能です。なので、最高額を計算していくと、 iPad Pro M4 の13インチの 2TB 39万800円にセルラー版だとしたら3万6000円を追加、プラスナノテクスチャーガラス1万6000円を追加して計算すると44万2800円ということになります。まあ、そこまではね、なかなか現実的にいないと思いますが、最高額はそのくらい。じゃあ、どういう風に選ぶか見ていきましょう。まずは Air と Pro を分けて考えますが、 Air については11インチと13インチの差、これは確実に決まっていて3万円の差です。これは 128GB に関わらず、どのストレージでも3万円差になっています。256でも512でも 1TB でも必ず3万円の差ということは、画面の大きさを手に入れる、かつ違いとしてはこの2スピーカーの低音が2倍ですね。画面の大きさとサウンドを取るのに3万円かかりますよという値段差になっています。なので、画面の大きさそんなにいらないな、3万円も出せないなという方は11インチを選ぶべきだし、3万円で買えるのかという方も逆にいると思います。そういう方は迷わず13インチの方を購入しましょう。そうするといい音もついてきます。そういった考えになると思います。で、大概の方は 128GB で十分だとは思っていますが、ゲームもやりたい、動画のクリエイティブコンテンツもたくさん作りたいという方は最低 256GB で考えるといいと思います。 512、1TB、 こちらを選ぶ方はよっぽど動画を撮影するとか、よっぽど動画を
動画を持ち歩きたい、最新のゲームを全部入れておきたいという方以外はここまで必要ないと思っています。なので上の2つですね、128か 256GB、 この辺がおすすめです。で3万円の差で大画面が欲しいかいい音が欲しいか、そこだけを考えましょう。そして iPad Pro M4 だけで考えていくと、11インチと13インチの差、これは実はですね大きいです。なんと5万円の差ですね。168,800円であれば218,800円です。これはどのストレージでも5万円差です。512も 1TB も 2TB も全て5万円差と考えると、何が違うかというと、実はディスプレイの大きさ以外は全く同じです。プロの方はサウンドの違いもありませんといったことから考えると、本当に画面の大きさ5万円で欲しいかどうかだけになります。有機EL なのでプロの使用用途を考えると確かに大きい方がいいとは思いますが、とはいえ5万円ちょっと戸惑う価格ですよね。ここはね、本当に大画面が欲しいかきちんと考えてください。というのもですね、大画面を買うとマジックキーボードもさらに1万円上がります。マジックキーボード11インチ用は 49,800円ですが、13インチ用は 59,800円です。そういったことからいろいろ他の値段も変わってくるので、大きいものを買うとアクセサリー関連も大きいものを買わなきゃいけないというところでどんどん高くなっていくので、その辺もちょっと考えるといいと思っています。さらに iPad Pro の場合は M4 チップで違いがあるので、途中でも説明しましたが、 256GB と 512GB 版より 1TB、2TB 版の方が CPU が良くなります。ただそもそもですね、ものすごい差があります。 256GB から 1TB、 例えばメモリを増やしたいからって考えると11万円の差が出ます。これは13インチでも同じです。11万円の差です。512からでも約7万円の差ですね。なので良いものとはいえ本当に高くなるので、ここはそんなに気にしなくてもいいかなとは思っています。まあ、ちょっとねメモリについては欲しいところはあるんですが、そうすると最低価格が272,800円、13インチであれば32万円になります。こうなってくるとちょっとね MacBook が視野に入ってくるので、よっぽど iPad という携帯性に惹かれない限りはなかなか高い買い物なのかなとは思います。じゃあ Air と Pro どうしたらいいんだという考えだと、11インチから拾っていくと114,800円が168,800円になります。要するに54,000円の差です。これはどれを買っても54,000円の差です。11インチであればその差なので、有機 EL ディスプレイとか M4 のチップとか、あとはスピーカーですね、この辺が使い勝手としては大きな違いになってくるかと思います。54,000円で先ほどのが欲しいかどうか、ここを考えていきましょう。で13インチの場合はもっと上げ幅高いです。なんと74,000円です。しかも 256GB と 512GB のみ74,000円の差で、 1TB になるとなんと106,000円の差です。これはとんでもない差になりますよね。というのも M4 になるし 16GB になるしというところもあるんですが、ものすごい高いです。やはり 256GB あたりが現実的だと思いますね。 74,000円の差、確かに高いことは高いです。ただしその分の性能とかスピーカーとかそういったものが手に入ることは手に入ります。ただやっぱりねプロのこの値段を見てわかる通り、そもそもやはりプロ仕様です。 iPad Pro 自体はクリエイティブなことをしない限りは Air で十分間に合います。この辺の解説をこの後どういった人がどれを買うべきかでしていきましょう。はい、ということで機能比較とね価格比較の方を解説したところで、どういった人がどの iPad を買うべきかという解説をしていきます。まずはですね、 iPad Air と Pro で大きく分けると、 Air はクリエイティブなこともしたいし他のこともいろいろやりたいという方向きになります。そして Pro はもっとクリエイティブな作業、これはもう仕事レベルの話ですね。そういったことがしたい人のみ Pro を買うべきです。本当に名前の通りプロ仕様です。これを使って仕事をする、きちんと稼げる人が買うべきの端末になっています。そういった目線でまず見ていくと、 Air の11インチから解説していきますが、これを買うべき方はやはりですね、ある程度高性能な iPad、 これが欲しいという方は迷わず 128GB の11インチ iPad Air M2、 これがおすすめです。もちろんね画面が大きい人は13インチでもいいんですが、11インチの 128GB、 これが 98,800円というのは結構お得感はあります。さらに大きくないというところから持ち運びにも便利ですし、他の iPad と同じように Apple Pencil Pro にもきちんと対応しています。 Air の11インチだから対応していないというところが少ないので、そういった意味ではこれが一番この中ではおすすめとなります。これ以外となると iPad の第10世代しかないので、今一番お買い得となるのがこの iPad Air M2 になるんじゃないでしょうか。そして13インチ iPad Air についてはやはり11インチでは我慢できないかといって
て13インチの iPad Pro を買うまでのお金はないという方はこちら迷わず13インチ iPad Air M2 にしましょう。性能も十分です。画面の大きさも十分です。ディスプレイは有機 EL ではないですが、そうではない iPad でも全然綺麗ですので普通に使えます。さらに Apple Pencil Pro にも対応していることから、この大きさで絵を描くにもとても適していると思います。それが 128,800円、13インチでプロを求めようとすると218,800円なので、なんとここはね9万円も差があるので、さすがにそこまでが必要はないという方はこの13インチ iPad Air M2 にしましょう。そしてプロモデルの方なんですが、これは途中でも言った通り11インチと13インチ画面の違いしかありません。なので本当にもうこれで稼げるかどうかのレベルの価格です。そうなってくるとやはりですね、絵を描くというところとか資料作りなどの作業をする、そういった場合で分けるといいと思っています。ただの動画視聴用としても分けてもいいんですが、絵を描く場合とか資料を作る場合、やはり大きい方が使いやすいです。特に資料なんかは本当にマルチに動かそうとすると11インチでは狭くても13インチなら結構大きく使えます。これは今までの iPad でも分かっていることなので、 iPad 単体だけでお仕事も結構するんだという方はやはり13インチを選びたいところです。さらに絵を描いたり写真を見るのも好きだったりする場合は、大画面での有機 EL を楽しむという意味ではこの13インチいいものになってくれると思っています。ただそこまでの大画面は必要ないけれども、このプロの M4 という性能が欲しい、ゲームなんかも最高性能で楽しみたいんだという人には11インチがいいかなと思っています。ここの5万円の違いをやはりどう考えるかにもよるので、持ち運びやすさなんかもね、やはり11インチの方がいいことはいいです。さらにアクセサリー関連もね、マジックキーボードなんかは少し安価に買えますので、本体も安価でアクセサリーも安価という風にプロの中で考えれば、今後もね安価なアクセサリーとかになるというところだと11インチがおすすめということになります。ここはちょっとね値段差もあって迷うことは迷うんですが、そういったところあたりから自分に合っているのはどっちなのか考えてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回 Air と Pro の4機種の方を解説いたしました。 Air はどちらかというと選びやすいんですが、 Pro の方がちょっと難しいかなと思います。これはね値段差が結構開きがあるというところと、本当に画面の大きさしか違いがないというところにやや難しさを感じますね。 Air の場合は迷ったら13インチというところでいいんじゃないでしょうか。まあ3万円差はありますが、 Pro ではない iPad でこの大きさというのはちょっと惹かれるものがあります。特にこの大きさでこういったカラフルなものはね初めてになるので、そういったところからもちょっとね特別感もあるような気がします。その辺でね勢いよく8 13インチ iPad Air 選んでしまうのも良いとは思っています。皆さんはどうでしょうか。ぜひ質問なんかもねコメントでお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでは iPad でできること40選プラス1として、 iPad でできることをテンポよく40個紹介している動画もあります。こちらも見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんさようなら。